鹿児島県産ふくれ菓子ふくれ菓子とは、鹿児島県、宮崎県といった地域で作られている郷土菓子であり、黒砂糖風味の褐色の蒸しパン風の菓子である。ふくれ菓子という名称は総称であり、特定の商標ではない。また、沖縄県では多くは半球型に作られる、アガラサーと呼ばれる類似の味の蒸しパンがある。薩摩地域では、ふくれ菓子という呼び名が通っている。 膨張剤として、重曹を使っているため、蒸し上がると2倍以上によく膨れるため、この名がある。重炭酸ソーダを使うため、ソーダ菓子という呼び名もある。鹿児島県内でも奄美群島では、膨れ香の意味で、膨れ感、膨り感というが、膨れ菓子と言っても通じる。徳之島では、ソーダ餅とも言う。なお、山崎製パンが全国的に発売している商品、黒糖、風クレイは、 この歌詞に類似している。基本の原材料は黒砂糖粉、薄力粉、水、重曹であり、重量比は2、2、1、0.05程度とする。粉と砂糖は、糖量とするのが、食感の上では、最も良い。全量を黒砂糖粉とするとかなり黒くなるため、半分程度を白砂糖に置き換えることもある。また、水の一部を、牛乳や鶏卵としたり、蜂蜜、 よもぎ、カボチャ、アズキ、水禅ジナなどの食材を混ぜ加える場合もある。天見大島では、白桃と単管果汁で作る、大々色のものもある。重曹は小麦粉に混ぜてふるいを通しておく。砂糖は水を加えて加熱し、溶かしておく。粉と糖液を混ぜ合わせ、布巾を敷いた枠やケーキ型に入れ、せ露で40から50分程度しっかり蒸し、膨れたら、完成となる。 発泡目的で蒸す前に酢を少量混ぜ入れる場合もあるが巣が大きくなりやすい。生地に巣を加えると若干粘度が下がり流動性が上がる。鶏卵を加えた場合はやや硬い食感となる。昭和時代から家庭で子供のおやつとして作られているがあまり日持ちしないので作ってすぐ食べる必要があった。現在は流通も良くなり衛生的な工場で作ることで 消費期限もやや長くなったため、菓子パンなどと一緒に食品スーパーに並べられている。見た目通りで馴染みやすい味なので、全国を巡回する九州物産展に出品されることも多い。ありがとうございます。